はいどうも、ショータイムゴルフです。今日はですね、はい、今日も、陰キャ、滑舌悪い、なんだっけ、人見知りだっけ、3拍子揃ったショータがお送りしていきたいと思います。今日はスピーダーチャレンジのパート2を、副音声で僕がやっていきたいと思います。では1番ホールまで飛ばして、じゃあ13番で次は、ちょっと亀の下りはスキップして、うわなんだよ、はい、ここのホールねマジむずいんだよな。僕ね右の木が左の OB しか行かないんですよ、ここ。そうね、池越えるのに250ヤードのキャリーが必要で、テルキうまいね。これ僕の中イメージとしては、左のバンカーからフェードしてフェアウェイに持っていこうと思ったんですけどね。これはもう最初からもうフェアウェイに出ちゃって、フェアウェイの真ん中出ちゃって、そっからスライスして、池っぽちゃっすね。これ厳しい。フェアウェイ打つとこ狭いですからね、ドライバーで打ったら。カメパワー飛んでるよ、これ。こうだから飛んでね、普段マナーが悪いんでね、カメ助けたことによってフェアウェイ行ったんじゃないですか、これは。よかったっすね。これもナイスショーですね。イエーイ、素晴らしい。こういうとこアメリカでね、池あるところ結構あったんで鍛えてきたはずだったんですけどね。ちょっと、はい、これは208ヤードあって、で結構フライヤーするなと思って6番塗ったんですけど、6番で普通で195とか200ぐらい飛ぶんですけど、ちょっと弱く見て、ちょっとまあカメラちょっとね全然置いてないですけど、大オーバーですね、大フライヤーでした。素晴らしいですね、フェアウェイにいて。ナイスオンですね、これはね。まあ今日のピンの位置は簡単なんで、まあでも手前にはつけたいんで、奥にはつけると結構下りが入ってくるんで手前には行きたいとこなんですが、トークンはグリーンオーバーして超難しい、奥行っちゃうともう止まんないですよね、ピンの位置が。奥からバックスピンに戻すっていうのは一番バーディー取れる確率の高いショットなんですけど、まあね、こんだけ、これこれ本当これグリーン乗せるだけで精一杯ですよ、これ。こんなグリーン近いですけど、めちゃくちゃ下ってんすよ。でこれ弱すぎたらもうグリーン乗らないし、本当にギリギリグリーンに転がり落とすみたいな、そんな感じでやんないと止まんないです。これもこれもちょっと強い、トップ気味、全然止まんない。だからこのホールはこのピンだったら手前から
攻めなきゃいけないんですよね。打てるけどね、上りの 7-8 メートルのバーディーパット。まあまあまあ、でもちょっとこれは決めときたいですね。これもねちょっと難しいですよね。ちょっと距離があって、思ったところに打ててるんですけどね。4ホール目でダブルボギーってことですごい、ね、この時点ではすんごい泣いてました。ああまた今日テルキに負けたわと。このラウンド実はこの賞金企画の翌日に取ったんですよね。テルキが優勝した賞金企画の翌日に撮影してるんですよ、これ。だから俺とテルキと伊藤君が2連チャンでラウンドしてます、これ。6だ、ここまで終わって。まあ相変わらずね、伊藤君は大叩きですよね。ホールはあれだっけ、ああうん、ドライバーだとカート道路の右側に打つのがちょうどいいんですよ。うん、もう手いけないし、ちょっとこの刻んで、あ、刻んじゃない、ドライバーで打ったらもう残り100ヤードっていう感じなんで、このちょっと先っぽだったんだけど、まあナイスですね。刻むとまあ150ぐらい残っちゃうんで、刻むとしたら鉄塔狙いがいいんですけど、ちょっと右ですね、これは。うん、右すぎますね、これは。やべえ、今日触れない。また言い訳してますね。かやまやか、右向く癖ありますよね。右向いてフック、で、弾はね、向いた方向出てるのね。そこからフックですね。うん、バカ野郎ですね、これは。本当にこれはバカ野郎。しょ、調子が悪いなりに頑張ろう。122度で、ピンの位置がグリーン奥で段の上なんですよ。だからちょっとでもショートしたらもう段の下に転がり落ちちゃうし、ちょっとでもオーバーしたらもうグリーンから出ちゃうみたいな、そんな感じのピンチなんで、そう、ちょうどいいね、距離に打っていかないと。重たいね、グリーン、あそこで止まるんだ。ナイス。バーディーにはつけない、バーディーチャンスにはつけられないっていう感じです。だから、ね、ラフとかから打つと距離感が合わなくなりますよね。でもね、左足下がりだから結構ね、段の上に止められるのは難しいんですけど、これはナイスショット、本当にこれはナイス。ありがとうございます。ナイスだね、これは。早くない？
超いい距離感。こっちカメラ入れておこう。じゃあこれもだからちょっと上げてる感じしたんで56で軽くもう3クォーターみたいな感じでいって、そしたら距離感ちょうどよかったですね。段の下からなんで距離感難しいですけど、これもナイス。このスライス結構スライスするけど、これはナイスだね。ナイスセーブ。これはもうちょっとフックな感じ、カップ内側フックみたいな感じで簡単に入れました。これはね、下って結構カップ外すぐらいじゃないとスライスがねきついんで、結構難しいですこれは。うん、切れちゃったね。結構切れるんですよこの短くても。これは問題ないですよね。打球つけば。イーブンパー。ナイス。ワンオーバー、ワンオーバー、スリーオーバー。イーブン、ワンオーバー、ワンオーバー、スリーオーバー。またね、昨日に引き続き、テレクが単独首位です。このホールは短いんで、バーディーを取っていきたいんですよ。だけども、結構フェアウェイ狭いんですよね。だから、これもバンカーから、バンカーに打ち出して、フェードで行こうと思ったんですけど、バンカーからフックしちゃいましたね。で、運よく、バンカーの左にある木に当たって、とどまりました。これは、運良かったっす。ヘルキも、ヘルキの距離でも2オンを狙っていきたいです。これは198なんでね、もうプロに行ったら、ツアーに行ったらもうこんなパー4結構あるんで、日本オープンとかでも520ヤードとかあったんでね、520ヤードパー4なんてもう本当に難しいですよ。僕はいつも右行きますね、ここはね。定位置。あ、だけど今日左か。珍しく左。中山やか。これ短いからね、420ぐらいかな、確か。スイングテンポ早めですよね。なんかこれエアレーションしちゃってめちゃくちゃライ悪かったんですよ。土から芝生えてないんですよこれ。7番で。この綺麗なフェードでしっかり刻みましたね。めっすー206です。プンっていうのね、上げてます。
ランプ6でスプーンってすごいですよね。複雑だったら多分4か5で迷うんですけど、4番やんか5番やんで迷うんですけど、もう左向いて思いっきりカットしてます。めちゃくちゃいいスライスでしたね。あれ、ナイスそう。うん、ナイスそう。もう一寸先は右の池だったんですけど、これね。特はね、距離も番手も言ってくれないんで分かんないです、これは。何ヤードかも分かんないし、何番かも分からない。けど、乗せないとまずい。全然届いてないね。まやかちゃんは常にこれもちょっと右向いてますけどね、右向いて左に打ち出して左に曲がってます。これはバンカーです。まあ右抜け怖いですからね、左に打ちたくなりますよね、これはね。グリーンのすぐ右が行けっすかね。これも、グリーン、エッジからピンまでちょっと距離がないんで、カット目に入れて止めていく感じで。これはうまく入りました。これはうまかったです。まあね、ショットで乗らなかったら乗らないからね、これ。打つ気持ちもわからないんじゃないけど、距離があるバンカーなんで、女子からしたらむずいですよね。58度では届かない。ねえ、だって9番やんとか全部打ったり52で打ったんですけど、ちょっとミスっちゃいましたね。あ、9番で打ったんだ。いや、もう58だと私こんなに飛ばないので。あ、ゴルフサバーが的な9番で、あの辺アングル、カメラ、カメラワーク、まあ難しいっすよね、ちょっと傾斜が。いや、もう俺もサバイバルやりたいな。傾斜があるから、サバイバルやったら面白くないですか、ショータイム。ちょっとゴルフサバレバルっぽい感じ。はい。こんなこんなです。賞金もいただいてやってみたいですよ、ね、男子版。一人サドンデスしました。まあ優しいかな。問題ないですね。ピン、エッジから距離もあるので。ナイス。オッケー、オッケーパー。めっちゃ踏みました。ごめん。うん、どんどん踏んでいいんじゃないですか、伊藤くんのラインは。さあ、これは長いパーパットですけどね。うん。これもね、ダンクだっていくんで、途中から早いんですよ。イーグルパット5メートルぐらいから、ね、結構蹴れますよね。結構右見てますよ。これ入ったと思ったんですけどね、ちょっと強かったね、弱かったら入ってた、ね、感じですね。トークンのボギーパット、これもね、油断できない。2メートル今日あるかな。うん、ダボ。もう5ホール、あ、6ホールで5オーバー。今日も順調でしたね、伊藤くん。順調順調。もう油断できないです、全然。ビビりながら打ってますけど、いや
これであのダボを消去しにしました。これはね、簡単ですよね。竹内くんパターうまいから。ナイスバーディー。ということで、竹内が、ワンダーイーブン。中山中が、プラス1、トークンがプラス5。ということで、今回の、スピーダーチャレンジ、パート2を、の、副音声でした。では、パート3も、お楽しみに。バイバイ。